カルニオディスクスはエディアカラキの化石生物の一種である。砂地の海底に固着し、露過接触を行っていたと考えられている。カルニオディスクスは、器官として付着根、茎部、養状態を有する。付着根の形状は球根状で、茎部はしなやかである。養状態には大切があり、先端は尖っていた。 カルニオーディスクスには二つの生活型があったとされる。一つは、茎部が短く養状体が肥大した形、もう一つは、茎部が長く小さな養状体が、付着根から約50センチメートルの高さに位置する生活系である。形態は、四方動物の海エラ類に似ているが、原生の動物界の外に位置する系統であると考えられている。種は、 用状態の大切数で区別される。末端の突起の有無や各分の比率は分類形質でない。カルニオディスクスの化石はイギリスのチャーンウッドの森で初めて発見され、1958年にトレバーディ・フォードによって命名された。チャーネ・ヘディスカス・カンセントリカスという学名はフォードが記載したものが本種の付着根のみであり。 それが二重の同心円構造からなっていたことに由来している。後に養状体がチャーニア・マソニとして発見されたが、これも本属に近縁な生物の一部分であることが明らかとなった。チャルニアは養状体の分岐構造がカルニオディスクスと異なる。カルニオディスクスの標本は世界中の約5億6500万年前マイナス5億5500万。 年前の窒素から得られている。ありがとうございます。